花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。今日もね、なんとか天気はいい感じですけどもですね、もうあっという間に3月、今日は何日でしょうか。13日の金曜日、ということでね、松下俊美さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、ね、あなたちょっとあれ、あの喘息とかなっちゃった。喘息そうなんですよ。咳が止まんなくて、本当、呼吸もなんか苦しくて、そうやばい、コロナかなと思って病院行ったんですよ。うん、レントゲン撮ったら、うん、喘息ですって言われて。ああ、そうなんだ、辛いね、喘息もね。辛いですね。結構あの僕もなんかこう、あの咳止まんなかったりもした時があって、もともと喘息とかはないんだけども、喘息をもともと持った人って結構ね。ね、僕初めての吸入やりましたよ。あ、本当、うん、あ、そうか、楽になりますね。だいぶ楽になるでしょ、うんうん、あのね、お大事にしてください、ありがとうございます、ね、今なんかちょっとでも咳したらさちょっとね、みんな嫌がられるからね、肩身が狭い感じになっちゃうんだよねでも花粉症だったりする人もいるからさ。そうですよ ね、そういう人たちがやっぱり優先的にマスクをね、ね、ぜひぜひ、そうですよね、うん、俺は最近こうリハビリやっててだんだん調子良くなってきた。あの徐々にちょっと運動、体力も落ちてて、あのほら頚椎がね、痛みがちょっと激しかったりしたので、でもだいぶあの良くなったよね。でもやっぱりなんか精神的にこうめいってくるようなね、ちょっと今あの中で、そうですね、いろいろね、ですけどもね、あの今日も明るくね、楽しくやりましょうということで。はいはい、今日の、ね、ゲスト早速ご紹介しましょう。藤沢健一さん、藤健、はい、こんにちは、はじめまして、藤健です。呼んでくれてありがとうございます、うん、あの前もうちょっと話してもいいんですこれね、結構ね、あの指向性がいいマイクなので、ね、あの鬼殺しブルースバンドのね、はい、ベーシストでもありますけども、あの暮れにやりましたね。そうですね、大船で、ね、あの、はい、楽しかったですけども、いや僕ね、知らなかったのはあなたが歌をね、そうやってこう歌ったり作ったりする人だとはね全く知らなくて、それで後でね知ったんですけども、あの坂倉田くんは前からね、そう、あのもともと鬼殺しブルースバンドはもうあの家族ぐるみみたいな感じになっちゃってますんで。あ、そうか、そうか、そうだね、長いですね、はい、で僕が一人でやり始めた時に、うん、1回目のライブで、そう、よく遊びに桜田さんが来てくれてて、そうなんだ、そう、初めてライブやるっていうから、うん、大変だろうなと思って、うんうん、立川だったから、うん、よし行ってみっかっつって、うんうんうん、で何度か遊びに来ていただいて、うん、でいただくたんびにギター弾いてもらったみたいな。あ、そうなんだ、はい、いや、あの全然知らなくて、ただベースをね、あのブルームードとかでね、もう一緒にね、はい、ご一緒させていただきました、やっていただいたこともあって、そのベーシストっていうだぐらいのイメージしか なかったんだけど、もともとメジャーでデビュー してたんですね。そうです、キングレコードから一時デビューを、うん、でもその時はバンドのベースで。あ、はい、そうなんだ。その時はあの別に歌を歌って、まあ、やってないです。ベースとして、はい、あのバンドにいたんですね。そうです。はは、でね、早速ね、今日ねちょっと CDR ね、あの CDR じゃなくて、あ、 CDR じゃなくてあの、CD をね、あの持ってきていただいたので、その CD、 オリジナルの CD の中から、一曲聴いてみますか。あ、お願いします。これ何でしょうね、タイトルは、あ、Don't be late. Don't 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 be late. Believe your heart. Oh oh. Don't be late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 . Believe your soul.
人なんだ。ありがとうございます。かっこいいね。なんかね、70年代の、ね、そこら辺大好きなんで。大好き。はい。これはそのあれですか。これはいつ頃作ったんですか。この曲ですか。これ全体的に CD としてはアルバムはまだできてない。そうですね。アルバムとしてはちゃんとは作ってないです、ね。なるほど。はい。ほう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 。まあ、オニコロチブルースバンドっていうのはもうどれぐらいいたんですか、ね、と今年で27年目なはずなんで、オニコロチブルースで僕その結成した1年後に入ってるんですよ。あ、はい、そしたらその時、まあ、そのオニコロチをやりながらあのデビューをしたんだね。はい、そうですね。それで、あの鬼殺しはあのスケジュールが合う時はもう、はい、そのまま継続させていただいてて。へえ、そうなんですね。でも鬼殺しでも自分のオリジナルをやったりもしますか。あ、一曲だけやってますね。オリジナル、ブルースのオリジナル。あ、そうなんですか。偉い人大嫌いって歌を歌ってます。そうだね。あ、偉そうな人大嫌いっていう歌を歌ってます。あ、ごめん、俺のこと違う違う。この前ね、聞いたよね。あ、そうだったね。一緒にやった時ね。あ、そうかそうかそうか、うんうん。でも、なんかオリジナルいいじゃないですかね。あ、ありがとうございます、うん、かっこいいね。うん、若い感じね。結構ポップな感じで、ね、ポップでロックっていうか、ポップロックね。ブルースバンドやってるから、うん、ブルースっぽいのかなと思ってたら意外と、いや実はそうではないみたいな、うん、あ、私第一印象ね、あの鬼殺しブルースバンドの中で一人だけ毛色がちょっと違うなってずっと思ってて確かにね。なんか一人だけちょっと違うイメージ、うん、あのみんなほら他ちょっとこう、まあおじさんもおじさんって言うと年齢とか言ったら10歳ぐらい若いからね。言えないけど、うん、こうブルースっぽくない感じ、うん、見た目がねっていうのずっと思ってたの。あ、だから一人だけ年齢が若いのかなと思ってた。10年以上若いもんね。一回り以上僕、うん、違いますね。本当の事件が10歳ちょうど違うから。え、そっか、そんな、うん、そんなに違うの。塚瀬さんはさらに2個上、ちょうど一回り塚瀬さんと違うんで。そうそうそう。そしたら俺とどんくらい違うってこと。金子さんとは今47になります。違う、ね、47、はい、40代。本当40代、40代。ちょっと変えろ。そっかだん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 いらなくなってくるよな。いやいやいや、あ、だからね、そういうのが今謎が解けました。そのイメージの、あ、そう、流れもね。じゃあすごい年齢若い時にブルース始めたのね。じゃあきっとね、20代。そうですね、うん、ね。だから最初鬼コーチ入る前に、うん、クラプトンのアンプラグドとかが流行った時に、うんうん、アコースティックのブルースバンドを、うん、ベース弾けって言われて、うん、で、まあ、120分テープですね、昔。カセットテープだね。そう、うん、全部デルタブルースを入れられて覚えてこいって言われたんですけど、ベース1個も入ってない。でベース入ってないんですけどってその当時のメンバーに連絡したら、うんうん、まあ、そんなもんイメージやって言われて、でなんかずっと聞いてたらベースラインっぽいことが聞こえてきて、うん、ちょっとこう真似事ができるようになってきた頃に、うん、たまたま塚瀬さんが、うん、いや、あの鬼殺しのリーダーの塚瀬さんが遊びに来ていただいて、うんうんうん、でちょっとうちのバンドでも手伝ってよって言われて、そう、3ヶ月だけ手伝ってって言われて、3ヶ月だけ27年目になってしまいました。長い3ヶ月になっちゃった、はい、すごい、運命。もうやめれない、ね、そうなんだ。もうやめれないよね、ここまで来たらね。そう、もう中止になるじゃん、なんだ。まあ、まあでもそうやって長いことね、その人とのバンドを やってるっていうのは素晴らしいと思うね。大変なこといっぱいあると思うんだけど、僕もあのバンドをやってたこともあるんだけども、その維持するのって大変じゃないですか。そうですね。特にバンドでデビューとかしたりしたら、うん、はい、ものすごくそれでやっぱり作詞作曲してる人はプレッシャーかけたりね。あ、そうですね、はい、やっぱ売れなきゃいけないだとか、うん、そういうのがあるけども、ただやっぱ好きなことをねずっとこう やれてるっていうのは大変だろうけども素晴らしいことですよね。めちゃくちゃ楽しいです ね、ありがたいし、うん、みんな仲良さそうだもんね。そうですね、鬼殺しのメンバーは、ね、なんか家族みたいな感じで。そうそうそう、そんな感じがするね。いまだに、お前若いんだから全部残ったの食えとか言われますよ。もう、そのとして。もうそれとしてないみたいな。そういうのいいね。まあそういうのいいよね。ということで、この、シリアの中でね、今お話しながら、いろいろね、聞いていただいてますけどもですね。
今日藤健こと藤健っていうあの相性の方がいいのよ。あ、もう藤沢健一さんっていうよりもがっつりフルネーム言われると逆に僕こうかゆくなっちゃうみたいな。そうなんだ、藤健、はい、藤健藤健。あ、そうかそうか。なんとか剣っていうのはよく諸剣とかさ、松剣さんも剣もそうだよね。剣がつく人は絶対そうなります。そうなので僕もその流れで藤剣になっちゃった。あ、そうかそうか。いいよね、剣がつく人ね。ね、すごい久しぶりを持ってる、ね、うん、なんかあの九州弁みたいでね。なんとかや剣高倉剣何が違うか。ということでね、今日は藤剣、あのなんていうかな、ちょっと僕としてはすごくあの新鮮な面をね、うん、聞かせていただいておりますけどもですね、今日生演奏もね、はい、あのやっていただこうと思いますが、お便りご紹介しましょうか、はいはい、これシャーリーさんからいただいて、シャーリー佐藤さん、あの先週どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日はじゃあ私が金さんに代わって、はいはい、こんにちは、暖かい日ですね、うん、先週は突然の乱入すみませんでした。いえいえいえ、その後の出来事ですが、うん、あちらの大統領が、うん、あちらっていうのはフィリピンですね、中国韓国からの入国を拒否し、うん、自国民の日本からの帰国に関しては、うん、到着後2週間の施設隔離を発表いたしました、うん、ああそうかも、ね、ということで、うん、妻の3月29日の帰国を断念することになりました、うん、ああそうかそうか、3月29日、ね、あの奥様、まあ、結婚、うん、4回目の結婚ということですね。あのこれラジオでこんなこと言ってるから、ね、やっぱり素晴らしいね、あの奥様、あの可愛かった、うん、あのななちゃん可愛かったでね、ななさんで、はい、で母の帰りを待っている娘ゆいの心中を考えるととても不憫であります、うん、あお子さんがね向こうにいるからね、うんうん、ゆいちゃん 僕も知ってますけども、まあ、佐藤さん実はそのあれなのね、まあこれラジオで言ってまあこれはいいんでしょう、まあ、でもあの娘さんがフィリピンにいらして、ね、お母さんこっち帰ってこの間の結婚された方が本当の母親なの。本当のって いわゆるそのでその娘さんが今フィリピンにいらっしゃる、うん、ちょっと複雑な本当のって本当のって、本当のって子供ですよ、まあ、ちょっと僕言い方が悪くてすいません。早く、うん、早くこの騒ぎが収まり親子が無事に再会できることを心から祈っております。本当にそうだよ ね、まあ、いろんな ね、 あの今回のことにね、関していろいろいろんなことあるよね。そう今日はね、うん、こういう状況なのでしょう。1万円いただきました。ありがとうございます。投げ銭ね、投げ銭いただきました。いや本当帰れないよね、日本から入る、帰っては帰れるけど隔離されちゃうでしょ。2週間隔離されるの覚悟しないと、ね、帰れないね。そう大変よね、うんうん、そうだ ね、うん、ね大変だですよね、うん、なんか甘く考えてたらここに来てさ、うん、すごいことになってきたよ ね、うん、ね世界中で、まあ、でも日本も入ってきた人なんだけど中国と韓国の人は2週間を、うん、あれは言ってんじゃない。でもあれね、うん、強制じゃないんだって、うん、お願いなんだ、うん、あそうなの、うん、じゃだからあれが法律が決まったから今度からあれじゃない、うん、強制力出てくんじゃない。どうなんだ、ね、強制なのかな。そう私の友達が今武漢に単身赴任で行ってるらしい。武漢、武漢に行ってるとか言って一昨日 LINE が来て、友達から高校の時のね、うん、久しぶりって来てで、うん、あいつカッポって言うんだけどカッポ今武漢にいるよって、大丈夫なのって帰ってこれなかったみたいで単身赴任で。まだ日本人も向こうにいる人もいるんですよ、企業のね、うんねうん、空っぽにできないから、ね、帰れないって、うん、もう無事を祈るだけです、うん、そうですよね、うん、そういう状況なんで帰れないみたいでしょ、うん、まだ、うん、本当にね、はい、一日も早くあの安心できてね、暮らせるように、そうですね、祈るばかりですけどね。はいはい、どうします、はい、全部読みますか。はい、他にお便り、はい、じゃあ短い方から、まあ、あれ、まあ、名前数いきますか。あ、そうですか、ね、了解しました。いきなりいきますからね、はい、そうあの安心できませんから油断してる人どっちベイビーなんか、何しましょうか、タイトルはこれ何でしょうか。ベイビースマイリングっていう曲です。ほほほ、はい、ベイビースマイリング。じゃあ桜さん久しぶりに一緒に行きますか、はい。
たが抱えてる悩み事なんて海の深さに比べたらちっぽけなものだ。そんなにくよくよしないで、もっと前を向いて歩こう。肩の力も抜いて気楽にやろうぜ。もっといいこと、すごくいいことあるらしさ。いやいやいや、確かにパワフルですね。でね、
うん、どうしたの？大丈夫です。あ、大丈夫ですよ。はい、これはあれですか、いつ頃を作ったの？これ結構古いです。僕多分21、2ぐらいの時に作った曲です、その頃からソロでライブっていうのは やり始めたの、いつ頃？ソロでライブをやり始めたのが、6、7年前かな。いや、ちょうど10年前ぐらいです。はい、そうだそうだ、まだ嫁がいた時だえ、まだここにちょっとあの、ね、告白タイム、なんか今言ったね、まだない、嫁がいた頃あって聞こえたけど、なんだろう、まあ、いろいろね、みんなありますよね、歴史振り返るよね、あ、そうなんだ、でも二人似合うね。あ、そうですか、ありがとう。その頃から、何、たまにやってたんだ、じゃあ、二人でね。そう、10年前だから遊びに来ていただいたら、なんだ、俺すごいだから心配してて、譜面ポンと渡して、はい、これお願いしますって言ってそうなんだ、へえ。で、その当時やってた曲ばっかりですもんね、曲持ってきたら、息が合ってるね、あ、そうなんだ、10年ぶりに、はい、10年ぶり、10年ぶりだわ、本当。いろんなバンドにこう参加させてもらってて、こうたまにこう自分が作った曲を持っていくんですけど、そのバンドでだいたい採用されないんです。採用されない。鬼殺しはなかなかね、ブルースじゃないねって言われたり。あ、そうなんだ、ね、そう、そんなものがこう多くて、でも曲は溜まってきたんで、じゃあ自分でやろうみたいな感じでバンドのメンバー集めて、でその自分のやりたい曲やろうと思ったら、自分で歌うしかないっていうね。そう、そうなっちゃった。それしかないんだよね。そうなっちゃった。私なんかも全部却下されてた昔。で嫌でやめた。へえ、そうなんだ。いやでもまあ僕は最近なんかいろんなね、あの僕自身もほら、あの弾き語りとかやってたから昭和とかで。まあオリジナル中心でやってたんですけども、そのブルースとかってあんまりね、あの、まあ、知らなかったんだけど、たまたまその博多の仲良し会ブルースバンドっていうのがいて、あのウエストロードブルースバンドとか あの辺とかと一緒にやってて、はい、まあ、あの古くからやってる、その人がその僕を誘って昭和に見に来て、ブルースの、あのギターボーカルの人なんだけども、まあ、ブルースなんかあのボーカルが2人いてね、で、あの夜ね歌ってんだけど、自分はブルース歌ってんだけども、あの女性客が来たらお前歌わないかって言われてで、そこで作りながら やらせてもらったところがあったのよ。でもう本当にあの声は黒人みたいな声してる人がいて、それでその僕はね普通のまああのフォークだとかポップスみたいなのをちょっと歌う感じで呼ばれて、ただその人のとこ行ったらもうそのいつもブルースのことばっかり、もうあのマディ・ウォーターズしっかりね、もうあのすごいハウンド・ドッグ・テイラーとかね、あのなんかこうスライドのね人とか聞かされて、それからなんかちょっとご縁があったことはあったんだけども、そのブルースバンド組もうとかね、僕そんな大それたことしたことはないけども、そういうことはありましたよね。だからなんかあるよね、出会いっていうかね。ありますね。なんかそれもおいくつぐらいの時ですか？僕が20代、20代の頃よ。その後に同じぐらいで、そう、20代の前半で、その後にあのオーディション、ソニーのオーディションかなんかでデビューして、その時まだ中洲とかで歌ってたわけ、昭和で食えないから。さ、中洲さ、まあそこなんかなんだっけな、とかあのオーディション受けると全部結構通ってたのよ、その時。これすごいじゃん。ヤマハを1回だけ出たんだけど、その時もなんかスマホとか行かせてもらったりしたんだけど、だから店でなんか宣伝してくれて、それでなんかあのオリジナルの方にね、あの行くんだっていうことであのデビューしたんですけどね。でもまあでもいろいろあるよね、それぞれのブルースが。そうです ね、それぞれのブルース、なんかあると思うよ。やっぱりあの菊田篠介さんとかとまた出会ってね、あのシカゴでずっと、まあ いろんな人とやって、あの本場でなんかやる方たちもいればね、でもやっぱり実際会って聞くとすごいなんか深いというか、日本のブルースバンドってなんか割とどっちかっていうとこう固くなりもこれじゃないとブルースじゃないみたいな。あ、そういう人たち多いです ね、 ね、
はい、あるシカゴスタイル、なんかもっと自由なんだよね、はい、あの北庄司さんなんかと会うと、うん、ものすごく音楽が自由っていうかね、そういう、うんうん、そういうなんか感じがするんだよね、また違うっていうか、やっぱ今の時代に応じてこう進んでるから、うん、変わってくんだよね、やっぱ形がね、そうだね、きっとね、でやっぱ日本のブルースファンで割とこうオーソドックスな昔のスタイルが好きだから、追ってるこの人みたいにみたいな、そうそうそう、あ、それはあるかもね、あんまり新しいことやらないっていうか、うん、ね、そこら辺あんま興味ないそうだね、ということでですね、お便りまたご紹介しましょう、はい、はい、いきますね、はいはい、こんにちは、うん、大阪の荒木聖子です、はい、荒木聖子さんありがとうございます、金尾さん、としみさん、桜田さん、うん、キキさん、いつもいつも放送楽しみにしています、はい、チーム力の川崎 FM に元気もらってま す, ありがとうございます、初登場の藤沢健一様、はいはい、おめでとうございます、ありがとうございます、シューッとしてご一緒に楽しまれてください、うん、シューッとしてっていうのはどういう意味、シューッとして大阪の大阪弁かな、シューッとしてで、シューッとしてご一緒に楽しまれてください、ね、昨今はメールことだらけです、元気を注入してください、ね、元気になる曲はカナオさん皆様でチョイスしてくださいカナオ散歩あるといいな、はい、余談です、何カナオ散歩、カナオ散歩、カナオ散歩、吉郎散歩って言ってね、ちょっと最近やってんだよ、そうでしょ、うん、あのウォーキングっていうか、まあ、走ったりも知ったことあったんだけど、ちょっと最近走るのがちょっとあれで、ウォーキングはしてんのよ、散歩、散歩、一時よく裏道行ってたじゃないですか、どこ路地裏、路地裏、路地裏散歩もうやったよ、もうほんと路地裏やりすぎちゃって路地裏、行くこともないぐらい、路地裏散歩夕方じゃない、ね、ただあれですよね、歩くって結構いいよね、うん、まあね、うん、でちょっとストレッチしたりとか、あんまり過激な運動ちょっとまだ今できないんで、あ、そうか、そうですね、そうそうそう、それでちょっと散歩してるんでね、でいろんな発見がありますよ ね, なんかいろいろ ね, ね、はい、結構さんありがとうございます、ありがとうございます、いつもいつも、はい、あとはあと行きますか、はいはい、は博多のミキさん、博多のミキさん、はい、皆さんこんにち は, こんにちは、雨模様の博多です、あら先週の金玉、ね、久しぶりでしたね、あ、先週金玉だった、金玉でしたね、はいはい、こちらもリアルタイムで聞けました、ありがとうございます、そして今週のゲストは藤沢健一さんですね、はじめまして、ようこそ、おいらもアルバムを持ってる鬼殺しブルースバンドのメンバーでもいらっしゃるんですね、でも今日はオリジナルを中心と伺いました、残念ながら探せず予習できませんでしたが、すごく楽しみです、うん、だからまだね、YouTube とかでね、あるんだよね、うん、探し、たどり着かなかったね、たどり着かなかったかな、ライブまるっと流してることがあるんで、本当に、はい、じゃあまだ見てくださいね、それも、それに風の噂では来年あたりお会いできそうな気もしてます、あ、なんか言ってたな、鬼殺しで九州行くか、なんかそんな噂が、あ、はい、いいね、今日は皆さんと一緒にリラックスして楽しんでくださいね、リクエストはありません、お好きな音楽を楽しんでくだされば伝わりますから、先週土曜日のしゅんさんのライブはやっぱり最高でした、うん、結婚しましたね、うんうん、黒崎でやりましたね、やることをきちんとやって楽しんでいれば間違いなく免疫力は上がってるだろうなって思いましたね、あ、それから最近むちゃくちゃボウリングにハマってまして、うん、意外に相当汗もかけて良い運動になってます、最近は行く場所がない中高年がなかなかにうるさいですけどね、だってボウリング流行ってるのかな、ね、シルバーの方たち結構いるね、まあ、結構根強い人気がね、うん、ありますよね、だって潰れないもんね、うん、潰れない、いや今あるとこはね、いや一時期はすごかった、私は中学生か小学校の時ありましたよね、どの町にも、うん、豊子線なんか日吉元住吉さんが全部、ね、ボーリングショットボーリングの番組とかもあったんだ、中山律子さんとか、ね、CM とかにも出てて、中山律子さん番組実は元のニャコが出てたのよ、え番組にこんなことでしょ、みんな今日は昔の両方の話とかやってたんで、あなんでしたよ毎週、そうなんだ、うん、そうなんだ、そう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 、それ今ちょふっと思い出したけど、律子さん、俺でもボウリングしたことないのよ、したことない、一回も、いやあんな洒落たことなんか洒落てないよ、別に観光がしたらつまらん、全然洒落てない、私すごい中学の時174ぐらいアベレージ出してた、すごいね、うちの兄貴の、いや俺なんか隣のラインにバーンって入ったら
恥ずかしいじゃん。まあ、そんなことない。それ田舎ペだよね。そのままピンまで飛んでくるんだって。漫画じゃん。田舎者なもんだよ。いや、私の方が田舎ペ。したことないこといっぱいあるよ、俺。ボーリングもないし。今からやればいいんじゃない、うん、じゃあ。一回ぐらいやってもいいんじゃないですかね。うん、ボーリング大会やりますか、じゃあ。じゃあ今度、うん、金尾よしの音楽魂、ボーリング大会。いやいや、俺できないもんだって、したことない。いやいやいや。岸さん、したことある。ね、ある、みんなあるよ。あるよ、一回ぐらいあるよ。本当。だから温泉場の卓球の感覚、それはね。ああ、卓球 ね、そういう感じの。俺ね、卓球もあんまり好きじゃないんだよ。じゃ あ、 あのね、人が来ないようなところにこう球をやったりする。あのスポーツってあんまり好きじゃない、テニスとか。でも勝負なんないよ、じゃいや、もっと先生のこととさ、いやいやいや、柔道とか空手みたいな。それは勝負にならない。それはね、正面で打ち合ったら永遠とラリーが続くんだよ。ずっとね、それ遊びで、遊びになっちゃう。なんか人が届かないような隅の方にポンと当てたりするような、ね、そう言ったらゲートボールもそうなんだってね、あれ邪魔するでしょ。あ、そうなんですか。あのお年寄りが、そうなんだって。お年寄りが分かんないですけど、あれをね、そう、意地悪なあのゲームとか誰か言ってましたよ。へー、そうなんだ。うちの母だったから。あ、本当、うん、ゲートボールってそうなの、人のところそれを避ける、まあ、ゲートボールとグランドゴルフって違うのかな。何これ。グランドゴルフって言うんだよね。最近の人たちやるやつ。あ、そうなの。違いがよくわかんない。名前が違うんじゃない。名前だけ違うのかな、分かんないけど。ゲートボールはね、ゲートのなんかこう出すでしょ、うん、ボール感、うん、まあ、まあね、あのそんなことね。はいはいはい。もうだん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 ゲートボールの年齢になってきて、ね、近づいてきて、してきたらもうつまらないよね。つまらないよね。ミキさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。今日はリクエストはありません。あ、本当、うん、皆さん元気になる曲は自分たちで選んでくださいみたいな。元気になる曲って俺あんまりないからな。ということで、今話をしてる間にもかかっておりますね。はい、うん、かかってます、ずっとね。イヤホンで聞ける、うん、聞いてます。結構いろんなタイプの曲があるんだね。そう、パターンは。そうですね、いろいろこう影響を受けた好きな感じのやつを混ぜて、ね、はいはい、やってるんで、うん、やっぱり70年代80年代ロックの影響強いんですかね。そこら辺大好きですね、うん、あとはあの、まあ、ブルースとか昔のブラックミュージックとか、はいはい、あとはあのボブ・マーリーのルーツロックレゲエとかが大好きで。ああ、そうなんだ。はい、うん、いやでもあの自分のあのまあ鬼殺しブルースバンドとか、はい、そういうあのライブはありますけど、自分のライブはどういう感じでやられてるんですか。そのあの自分のライブ、あ、回数にしても大体月1、2とかそんなもんで、ポツリポツリポツリで、はい、へえ、そっかそっか。あのその時はあの編成とかの、バンドでやる時はトリオで、あのベースボーカルでドラムギター、はい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 、であとはそれがアコースティック編成になってデュオになった時は僕がアコギボーカルでドラムをやってる子がカホン叩いてくれて、はい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 、じゃあ結構小回りが効く感じのね。まあいつでも呼んでくれればシュッといけるんでね。はい、一人の時はもうギター一本一本でやれるしね。何でもできちゃうね、うん、うーん。でもあの近々の予定っていうのはあるんですか。あ、ライブ予定ありますね。はいはい、あ、こちらに、はい、ありますね。今月、来月なんですが、ババって言っちゃっていいですか。はい、いいですよ。ザ・トライステップス、うん、僕のオリジナルをやるののスケジュールなんですけど、はい、近々来週3月20日高円寺の楽屋、うん、はいはいはい、これアコースティックのデュオでやります、はいはい、でその次4月3日、うん、金曜日、うん、立川です。歌手坊農家っていうお店で弾き語りで、うん、これはやります。はいはいはい。で最後4月22日、4月22日、はいはい、土平日水曜日ですけども、うん、学芸大学名プラス、この時はトリオでバンドでガツンとやりますんで、うーん、はい、そう、まあ、全部スタイル違いますけれども、はいはいはい、ぜひぜひ皆さん遊びに来てくださいね。あ、学芸大学メープルって今度鬼殺しと一緒に、あの加納さん一緒にね、はい、あのこの間の暮れの感動がね、感動いやいや楽しかったですね。あれ結構みんな評判良くて、あのなんか ね、僕もバンドでやらせてもらったんですけどもね、
あのメイプルハウスありますね。はい。3月28日。そうです。これ中心だったら本当にやるのかな。いや多分やると思いますよ。今月入ってそのコロナの騒ぎの時にライブどうすんのって言って、もうそのままやりましょうって感じで、メイプルハウス他のバンドで僕出たんですけど、あ、そうなんだ、はい、あの無事にやってますので、あ、じゃ あ, あのよろしくお願いいたします。3月28日、メイプルハウス、鬼殺しブースバンド加納義郎バンドでね、はい、やらせていただきます。これ28日ね、はい、ついでに僕のちょっとスケジュール、まあ、はいはい、少ないけど言っていい、はい、3月21日これはねやりますよ。やるの、今もみんなね中止中止って言ってるけど、これはあの横須賀の楽屋っていうところですね。お、もう何度かあのやらせていただいてますけど、これは渡辺武史と金尾城、松下利美、あと、弾き語りの、内田翔也さん、内田翔也さんと、周作さん、はい、ね、作さん、出ます。楽しみに、私が、ね、していますんでね、よろしくお願いします。4月4日もやりますか、カンティーナ。4月4日、これはね、バンドでやりますね、あの赤坂フラットカンティーナ、これもやります。やります、やりますよなんか大丈夫ですか。絶対やるよ、俺、はっきり言って、ね、それで、これ4月4日赤坂フラットンカンティーナ、これはね、バンドですね、ドラム、ごぼうすきさん、ベースは、赤井翔次郎、幸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 次郎で、もう名前、渡辺武史ギター、はい、松下利美、金尾翔、やります。はい、ちょっとスケジュールちょっと行きましょうか。近いいですか、うん、明日なんですけど、うん、3月14日、うん、南林間ハイダーウェイさんです、ね、うん、やるの、やります、うん、やるのって。それからーワード、3月16日ですけど、うん、横浜サムズアップで、うん、湘南台の3番のひーちゃんの還暦、うん、お祝いをに、ああ、はあ、ね、参加させてもらいます、はいはい、それから3月21日、うん、つかさ&桜田で、うん、ブルースギターフォーエバー、うん、元町ですね、はい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 、やります、うん、それから あと3月31日、うん、本木ゴールデンカップで塚さんと桜田と、はいはい、ね、頑張っていただきたいと思います。あ、あの中止になったの言ったらいいんじゃない。あ、そうです、ね、中止になったのがですね、4月のどんちゃんの、どんちゃんね、まず4月4日のですね、大岡川の桜祭り、これ中止になりました、うん、それから4月12日、うん、鶴見の、鶴見でどんちゃん師匠、ね、これは加納さんも出る予定でしたね、うん、これは一応延期っていうことになってましたね、うん、はい、はい、中止になったらそんなもんですかね、うん、はい、ということでね、まあ、いろんなことで、自粛っていうね、そうですね、ことになっておりますけど、はい、まあ自粛を強要したらいかんよね、うん、自粛になんだよね、まあ、まあでもなんかね、このね、流れがね、まあ、自粛、まあ、ちょっとね、あれだけど、まあやるときあるよね、やります、2メートル離れてということでね、今日はね、生演奏であのベースをね、持ってきてもらいましたけどね、はい、じゃあベース、ギターと坂田君のギターっていうことでね、はい、なんか、やってみますか、何いきますか、あ、これ、うん、じゃあもう一発元気な曲を、元気です、はい、はい、明日皆さんいいことありますように、はい、ローリングローリング、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、
楽しいね。ライブライブ楽しいね。せいえい。イエーイ。アオ。すごい絶対我慢できなかったじゃん。ね、何でいやわーって言ってわーって言いたくなっちゃうね。いやもうずっとも我慢し て, て我慢してたんだけどもう我慢しきらんもんな。しきらんこと何かの曲の方がいいよねやっぱね。そうね、楽しい楽しい。ということでですね、本日のゲスト藤健、ね、お楽しみいただき いただいています。はい、ということで進行形です。いただいております、はい、うん、なんかメールはどうでしょう。さっきね、あの、うん、メッセンジャーで、うんうん、アトランタのつとの最高、アトランタをね聞いていただけるいただいてるんですよ、はい、からね、あの世界の音楽魂ですからね。すごいですね、うん、アトランタの高橋、はい、からね、高橋だって、うん、高橋さん、高橋師範だよ、呼び捨てになっちゃった。勉さんから、あ、僕たちも日本に帰れませんって。あ、そういうことだね。僕たちも帰れなくなりました予定だったんですよ、ね、3月帰ってくるね。そうそう、毎年3月にアトランタとね、うん、あのこれ大山からってのね師範なんですけども、最高師範ね、うん、最高師範というか、そう、師範がね、いや、あのこっちに来れなくなったね。そう、帰れない、入国できないでしょ。それあるね、やっぱりね、っていうか、まあ隔離されるだろうし、え、アメリカからもうダメなの。日本、日本は危険地帯になってんの今。あ、そうそういう風に見られてるみたいよ、うん、うん、やばいですね、うん、だからいろいろね、やっぱイタリアもすごいけど今大変な時期だけどもね、うん、あ、そうか、一回日本に来ちゃうと帰った時隔離される。そうそうそう、逆に向こうから来ても、でも今ほら入国制限あちこち今かかってるから、うん、どっかで足止め食らっちゃうでしょ、まあ、まあそうだよね、きっとね、うん、でね、なんかね、あのニュースでやってたけど、観光客来るには来てるじゃないですか日本に。それでも2週間ホテルにどっかでこもらなきゃいけない、自分で自腹で払うんだって。え、自腹ホテル代ってやってたよニュースで。自分で払うんだ、2週間もどこにも行けないのに、かわいそうだよね。それも時間と金のある人だと。そう、無理だよね、それで無理だよね。なんかどういう状況になるか分かんないから、やっぱり動かない方がいいんでしょうね。国によって対処が違うから、うん、どんどん拡大してる。そうね、そうね、収束するまでは続くんだろうね、これね。そうですよね、オリンピック大丈夫なのかな。ね、私もそこ、そろそろ噂もちらほら、そう、なんかそういうのが出てくるってことはなんかね、うん、早く決めないとダメだと思うけどな。いや、現実問題が難しいんじゃない、いろいろね。うん、まあその話はね、どこでもやってる話じゃない、こちらでは解決できないけど、音楽の魂であんまりそういうこともね、あのどうでしょうかねって分かんないことをさ、だら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 もう今やってんじゃん、みんな。もう俺見ないもんだって、もうニュースとか。だからやっぱり自分の我が身はね、もう自分で守るね、手洗いうがい、手洗いうがい、はい、頑張りましょう、ね、消毒します、うん、そう、消毒ってあんまり俺したことないけどね、マスクもね、ほとんど俺しないあれなの、ね、うん、自分がほら咳込むとかそういう時はするけど、あのなんていうか普段あんましないよね。暑いよね、だから外行ってさ、たまには深呼吸したらって思っちゃうよね、なんかみんなマスクして出してましたね、うん、なんかこう、うん、深呼吸してんの、やっぱりね、こう打ち勝つっていうね、強いやっぱり気持ちが必要ですよ、あの日本人はもう今ね、特にまあ、世界中の人もそうかもしれないけどさ、買いだめなんかもしないで頼むからさ、買いだめは見ちゃうないね、それはちょっと大人として、うん、ということであっという間の時間となりましたけども、どうでしたっけ、楽しいでしょ。いや、楽しませていただきました、ありがとうございます。事件、あのまた本当にあの鬼殺しともね一緒にね、またやらせていただきますけども、はい、よろしくお願いいたします。でなんかね、あのオリジナルいいよね、バンドでね、いいね、なんかやろうよ、なんかやってよ。あ、ぜひぜひ、俺らやるときにさ、はい、お願いいたします、ね、いいかもね、すごい迫力あるし、ね、なんか俺じゃあ最後歌おうかな、リクエスト曲なかった、いいか俺は。いやいや、歌えばいい、歌えばいい、もう元気になる曲ないし、なんか楽しいやつやりますか。楽しい方がいいよね、楽しいやつ、はい、うん、あの、ね、何もう冬中にしかないか、え、冬中に先週やってないから、やったよ、やってないよ、やって、ファニーエンジェル、ファニーエンジェル、あ、ファニーエンジェルか、先週冬中に進めるいい、はい、行きましょう、あれ、ミスクじゃなくて、うん、
うん、インスピレーション、レゲエやろうかなとか思ったんだけど、なんか楽しく終わった方がいい、うん、いいよね。うん、じゃあ、美容少年のすすめ行ってみますか。はいはい、行きます。アイノートよろしく。イエーイ、アイノートよろしく。イエーイ、ワン、ツー、スリー、フォー。なぁ、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 ニギニギしく不良中学生のおすすめお届けしましたけどもですね、はい、いかがでしたでしょうか。あっという間のね1時間でしたけどもですね、今日のゲスト、藤沢健一さんこと藤健家、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。桜田武さん、はい、
ありがとうございました。はい、松下と志村さん、ありがとうございました。動画の記者もいつもありがとうございます。ね、この後ね、この生放送をね、動画でまたダイレクト映像と、あとオンエア映像はね、音源の、再放送っていうのはまた別に上げますんでね、そちらもお楽しみいただきたいと思います。あっという間の1時間でした。お相手は金吉郎でした。来週のゲストはですね、はい、まあいよいよ待ちに待ちましたね、マッキーか、マッキー、川上雅樹さんですね、登場です。お楽しみいただきたいと思います。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 お疲れ様でした。お疲れ様でした。口の山に見る A river beside my hometown。 季節は巡り色を変える街。 A river beside my hometown。 今また生まれ変わるさ。